こんにちは。ジャパンアクターズ TV がお送りする経済圏 .com TV。 このお時間は飛び圏の見たい聞きたい言わせたいのコーナーです。このコーナーアシスタントを務めさせていただきます尾崎夏です。よろしくお願いします。同じくアシスタントを務めさせていただきます後藤理沙です。よろしくお願いいたします。そして本日このコーナーの主役飛び圏こと飛び岡健でございます。よろしくお願いいたします。今日は、はい、何が聞きたいですかね。何を教えてくださいますか。ということはこう言ってることっていうのはいかにこれが、はい、この場のパフォーマンスかっていうことをね証明してるわけですよね。なるほど。ですから何が飛び出すかわからないと、はい、飛び剣だけまさにそういうことなんですね。うまい。そういうことで今日はね、はい、一度前にもちらっと触れたんですけどもう一度その言葉っていうことをお話をしてみたいなと思うんですけど、言葉、うん、言葉がねやはりいかに重要かっていうことでね、うんうん、その言葉について少し話をしてみたいなと思うんですがどうでしょうかね。すごく興味深いです。そうですか。ぜひお願いいたします、はい、聖書って読んだことあります？ホテルとかに行った時に、うん、ありますね。置いてありますよね、はい、あれで少し、うん、そうですね、はい、特に外資系のねホテルなんかは大体置いてありますよね。でその聖書の最初に書いてある言葉ってご存知ですか？あれ何だったかしら、うん、何でしたっけ。何ですかね。多くの場合は大書にというのは初めにということですね、はい、言葉ありきって書いてあるでしょう。大書に言葉ありき、要するに、まあ、この全ての元になるのはまず言葉からだっていう話なんですけど、はい、本当はですね聖書ではもともとロゴスと書いてあるんですね。大書にロゴスありきというふうな書き方をしてあるんですけど、はい、でそのロゴスというのを、ある宗派では言葉ありき、それからある宗派では光ありきとか、からある宗派では真理ありきとか公約してるんですけど、はい、まあ、日本では一般的に大書に言葉ありきってこう言われるんですよね。でそれがそのどういうことかっていうふうにまず今日は話をしてみたいと思うんですが、はい、仮に赤ちゃんってこう生まれたばかりの赤ちゃんと接したことってありますか？あります。あります。はい。まだお子さんいないですよね。残念ながら自分の子孫はまだ残してないんですけど。ああ、じゃあぜひこれから頑張ってそれでその赤ちゃんがその見てるとね最初にどういう言葉を発しますかね、赤ちゃんって。ああ、うん、そうですね。で一番最初に「あー」っていう言葉を出して「あー」だけで極端なこと言うといろいろなこう感情だとか要求を出すじゃないですか、はい、で人類の最初も多分そうだったと思うんですね。で昔少年ケニアとかね「ターザン」っていうその漫画があったと思うんですが、はいはい、ターザンって分かります？ああそう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 そのターザンが「あー」って鳴くでしょ。これは人類の最初の発生だと思うんですよね。でそのまあ人類って最初にねそのアフリカでこう誕生したっていうじゃないですか祖先がね、うんうんうん、でそのアフリカでその誕生した時にパンパスというのがあって茂みがこうあってね、はい、でそこの中にこう我々の祖先たちがこう、まあ、類人猿みたいなのがいるとどうしても立たないと見えないんですね先が。だからその立ってこう見るということになると、と後ろ足で立つじゃないですか。前肢がこう自由になるから動き出すわけですね。と手をいろいろこう動き出すと、実はその脳が発達を遂げてくるということで、だん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 その脳が発達をしてきて、でいつの間にかね、聖書の最初に書いてあるように禁断の実リンゴを食べたって聖書に書いてあるでしょ。でその禁断の実リンゴっていうのは何かっていうと実は言葉なんです、うん、人間が、なるほどね、うん、人間が最初に言葉を持ったっていうのは、ね、地上の楽園といったエデンの園の中で、はいはい、そのアダムとイブがね暮らしてたんだけど、はい、ある時、まあ、この蛇にね、まあ、蛇というのは天使なんだけど、うん、それに誘われて、うん、こう禁断の実リンゴを食べたっていうのは実は言葉を持った。その言葉というものを操る能力が最初にロゴス、日本語で言うとここでちょっと書いたんですが語性という言葉なんですね、うんうんうん、語性。この語性というのはどういうことかというと、はい、例えば
私とかあなたとか自分とか他人とか、これは鉛筆とかというふうに名前をつけていく能力が五性なんです。だから単語を作り出していく能力ですね。でそうするとお二人の脳の中には、例えば石なら石っていう言葉をつけると、その脳の中に概念として残るじゃないですか、石と、はいはいはい、だからあれは木だよっていうと、ね、木が残る。だから、はいはい、その言葉を持つということは同時に人間の中にの脳の中に概念としての言葉が生まれるわけですね。でそうすると脳の中でですね、概念同士がこの物理的な世界と違うから自由にくっつくわけじゃないですか、はい、でそうすると例えばこれがね木だとしますよね、はい、その先に今度石をつけて、でツタをこうぐるぐる巻く、ね、そうするとこれは何になります？斧って言ってんでしょうか？そうそうそう、斧ですよね、うん、でその斧でもって木をこう倒した、はい、そしたらたまたま川の上に倒れた、うん、そしたらそれは橋になるでしょ、うん、でそういうふうにどん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 その言葉を作り出していく能力がロゴス、五性ということなんですね。でその禁断の実リンゴっていうものを食べたというのは言葉を持ったというふうに僕はその理解をしてるわけですね、うん、そうすると言葉を持つと人間というのは脳の中に概念を生み出して、でそれが組み合わされると今度意識が生まれるでしょう、ね、そしてその記憶が生まれてくるということですね、はい、でその時にですね、この人間はだん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 発達してくる時に、その少ないエネルギーを使ってこの声を出すところから発達をしてくるんですね。でちょっと2人とも俳優さんだから分かるように、口でもってどういう順番で一番こう軽く発声できますか？全く何もこう加工、喉加工しないで出せるの、あですよね。ああ、それからいい、だんだん喉をこう加工しないと出せなくなりますね。だから世界中の赤ちゃんは全部ああ、いいという順番で言葉を覚えていくんですよ。だから同じようにコンソナントって子音というのは PKTだんだんだんとこの口を加工しないと出せなくなるわけですね。だからあ母音の方ボーベルというのはあうい、さっきあのターザンはね、はい、何でしたっけ、なんて鳴きましたっけ、あもしもあなたがねターザンでうううって鳴いたらあなたの方が進化してるんですよ。なるほど、なるほど、僕がいいって言ったら僕が一番進化してる、ね、なるほど。で実は鳥もそうなんです、はい、鳥の進化の過程を見てみると、はい、ピピピピクククトゥ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 って鳴く順番に鳥は進化していく、要するに喉のこの加工の度合いがどん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 高まってくるわけですね。でそういうふうにだん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 こう進歩してきて、でたくさん単語を持つとどういうことになるか、例えば今までねこのエデンの園の偕楽園の中にいた時はですね、自分と世界が離れてないんですよ、一緒なんですよみんな。だから字と他、ね、はいはいはい、そういうものが一緒になってるから何にも自分はもうその中に一つのままで生きてたわけですね、うんうん、ところが字と他、私とあなた、うん、ね、自分と他の世界と、こういうふうに分かれるわけです。そうするとね、たくさん単語を持つと自分と他人ということが分かれると、自分が世界から離れてるってことが分かるでしょ、うん、そうするとね、実は人間不安になるんですよ。今までは混然一体だったから何も問題なかったのが、ね、自分と世界って別だってことが分かっちゃうと、でそこでですね、実は実存主義の哲学っていうのが出てきて、まあ、ヤスパースだとかショーペンハウアーだとかね、キエルケゴーグルだとかいろんな人たちが出てくるんですけど、そこで言うのがですね、分離の不安、自と他が分離することに伴う、ね、これがね、人間にとって本質的な不安なんですよ、みんなね。でそれと同時に今度は生きてる、死んでる、だから過去、現在、未来ってこう名前つけていくわけじゃないですか、うんうん、ね、どうなります？組み合わせると、組み合わせると未来に死がある、はあ、過去、現在、未来と組み合わせて生死で組み合わせると、ね、未来と死が結びつくと未来に死ぬっていうことも、はあ、それが意識で分かっちゃうと不安になるでしょう、うん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 、でよく仏教では生老病死と言いますよね、はいはい、そういうことがこう分かってしまうと不安になってしまう、うんうん、そういうその一方でですね、このさっき言った斧のようにね、はい、この道具を作って人間の生活をどん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 便利にしていくっていう、これをその通常文明っていうんですね、うん、
でそれに対してもう一つその未来に死があるとか自分が世界と離れてるから不安だっていうこういうものはそれに対処するものを通常文化というんですね。だけどなかなかその文明と文化っていうものをきちっとその定義をしてね話をしている人が少ないんですね。同じようにその語性という単語もそうなんですが今度はですね単語を組み合わせる能力があるじゃないですか、はい、要するに文章化する能力ですね、うんうん、でそれを我々は知性とこう言ってるわけです、うんうん、でここに書いたねこの語性まず単語を作る能力があって、うん、それから知性を、ねはい、でこの知性だけで人間やってしまうとですね善悪の価値判断が入らない。でそうすると原子爆弾を作ったり VC 兵器を作ったりということになってしまうわけですね、うん、でそういう意味合いで言うとまずその人間というのは単語を作る能力語性を持ってで今度は単語を組み合わせる能力としての知性を持ってでそれで、価値判断が入らないままいろんなものを作っていく。そこではだから、ね、人類をひょっとすると絶滅させてしまうような核兵器を作ったりとかということが起こるわけですね。でそれに対してもう一つ理性という言葉がある、はいはいね、でこの理性という前にここに倫理という言葉がありますけども、うん、日本の有名な哲学者の和水哲郎という人がいましてね、うん、その和水哲郎は倫理というのを人と人との間の断りそれが倫理であるって、ねうんうん、だから我々3人が仲良く生きていくためにはこの間に中にルールがなきゃいけないじゃないですか、うん、なるほど、ね、で僕が勝手に食べちゃう食べられちゃう食べてみたいんですけどでもそれを合意の上ならいいけれど合意をなしにやってしまったら大変でしょ、うんはいはいね、でそういう人と人との間の断りというものを入れて物事を考えていく力が理性なんです。なるほど。ですから語性と知性と理性っていうのは違うんですね。なるほど、アップで見れますかね皆さん、せっかくだからアップは撮れないのかな見るかこっちから近づくこれはね、はい、なんかすごいあ、まあ、そういうことでですね何を今言いたいかと言いますとね、うんこういうふうに言葉をしっかり定義をしないといろんな物事を正しく考えていくことができないんですよっていうことなんです。うんで特にその知性や理性というものはそれが定義がはっかりしてないとね、壊れたレンガで建物を作るようなものなんですよ。なるほどね、うん、厳密にこう、はいはい、しっかりとした四角形でねそのレンガを組み立てていけばがっちりとした建物ができるでしょ、うんうん、同じように言葉も厳密に定義された言葉を組み合わせていくことによってしっかりとした思想体系というのができてくるわけですね、うん、なるほど。そこが非常に重要なポイントなんですね。ですから今日ね二人ともその、理解していただきたいのは言葉の定義をしっかりしないと曖昧になっちゃいますよ。言葉の定義をしっかりする一つ一つをね、うん、その意味をはっきりさせないととんでもないことになっちゃう、はいはい、例えば一つその例を挙げるとデモクラシーというね言葉を日本では民主主義って訳しちゃったでしょ。民主主義ってどう定義します？民主主義はみんなで、うん、なんて言えばいいんだ、みんなの考えとか意見を主張って言っていいのかしら、うん、主軸にしていく、うん、それでみんなが言いたいこと言ったらまとまらないじゃんでそれをリーダーがまとめていく、リーダーがそれを自分でし好きなようにまとめたら独裁者になっちゃう、ね、そうですね。だから実は日本人は民主主義といっても実はみんなバラバラなんですよ。民主主義って何かと言ったら多数決の原理ぐらいしか知らないわけでしょ、はいはいはい、それにもかかわらず民主主義だってこう言うじゃないですか、うんうん、それからもう一つはね本能っていう言葉があるでしょ、はいはい、それは私の本能よって言ったら、うん、何でも本能、実は説明してるようで何も説明してないわけですよ。なるほど、ね、それは本能よって言ったら何だって本能だから、うんうんね、そうですよね、うん、そういうふうに実は何気なく使ってる言葉がものすごく曖昧だっていうことが多いんですよ。そうすると分かってるようで何にも分かってないんですよ。確かにそうですね、うん、じゃあ情報っていう定義してみて。情報定義、一つの事柄についていろいろな見たり聞いたりする項目を集めてくる
情報ですよね。うん、集めてくる。情報難しいよね。こういうふうにね。実は、うん、簡単に使ってるけど、実は厳密にね、相手に何を伝えようとしていることが自分自身がその言葉に内容が定まってないわけですよ。はいはいはい。ね、だからその井戸端会議をやってる時は喋ること自体が楽しいんだったらいいんだけど、そこで意味を伝えようと思うと実は何も喋ってないんですよ。じゃあシステムは？システム。システムは、うん、完全にしどろもどろですよね。わかる、すごくわかります。何かをするための手段じゃなくて方法？もう放送事故になりそうなぐらい黙ってしまいそうなんですけど。いや、いいんです、いいんです。それはね、もともとね、こういう言葉はね、言語学的に言うと無定義概念って言うんです。それ自体では意味が定まらない言葉で、うん、もう我々の前にあのプロデューサーがいるじゃないですか、はいはい、で彼らに聞いたってみんなバラバラなんですよ、定義は。ところがですね、こういう無定義概念っていうのは、例えば気象情報とか言ったらすぐ分かるでしょ。気象情報、ね、はい、金融情報とか言ったらすぐ分かるでしょ、はいはい、あるいは道路システムって言ったら分かるでしょ。そうですよ ね。そういうその前に形容詞をつけると意味が定まる概念を無定義概念って言うんですね。でその無定義概念を前に形容詞をつけないで喋っちゃうと実は意味が伝わらないんですよ。なるほど、ね、そういうふうに実は言葉っていうものをしっかり本当に定義をして使わないと、ただ喋ってはいるんだけど実は中身が何も伝わってないということが多いんです、はい、うん、そういう意味合いでその言葉というのは一つ一つしっかり自分なりの定義を持って、でそれでコミュニケーションっていうのは自分の脳の中にあるイメージを相手の脳に置き換えることでしょう、ね、そうでしょ。だって自分が相手を口説きたいとき、ね、恋人であろうが仕事であろうが、自分の中にあるイメージを相手に伝えなきゃコミュニケーションできないでしょ、うんうん、その一つの重要な手段が言葉でしょ。その言葉そのものがしっかり定義されてないと、ね、いくら自分の中に何かがあったとしても言葉で伝えることはできないよ、ね、お二人ともやっぱりね、こういうその人前でねやる仕事だから、これから一つ一つ私の喋ってる言葉が相手に伝わってるかしらと。すごく大切なことですよ ね。そうですよ、うんうん、これはね、あらゆるところで人間というのは言葉でね、ホモサピエンスですから考える足だから、はい、言葉で考え、言葉で相手にコミュニケーションしてるわけでしょ、うん、だからその中身をしっかりと定義してないとホモサピエンスとしてもちょっと下の方になっちゃう。確かに。まあそういうことでね、もうこれを見てる人もそうなんですよ。仕事をする上でも、ね、恋愛する上でもですね、うん、何でもそうだけれども自分がね、伝えたい内容をしっかり言葉で定義をして持ってるということが先、次に言葉にそれをしっかり乗せて相手の脳に移すということがコミュニケーションですよ。最近はね、ひどい若い人たちが多いんだけれども、連絡しましたって言うんですよ、ね、ファックス送っときました、メールしました、でも相手が見てなきゃコミュニケーションにならないじゃないですか。確かにそうです ね、だから送ってみていただけましたかっていうことをそのあれして見たよって言ったら、初めてそこでね、何らかのコミュニケーションが取れるわけじゃないですか。ただ単に送ったっていうだけでは何の、できれば自分の脳の中のイメージが相手に移し替えられるっていうのがコミュニケーションですよね。そのためには言葉がとても大切なんです。どうですか？いや、本当にその通りだと思います。なんかなんとなくその言葉を使って相手に伝わってるんじゃないかっていうのが、結局最初のレンガの一つ一つっていうものが自分で分かってないと相手にも伝わらないっていうことですよね。いや、本当に言葉って難しいなって、もう年を重ねることに余計思うんですよね。そう、年を重ねるために言うといくつですかって聞いたらほら、また年を重ねていくとボキャブラリーもなくなってくるので忘れていくので、すごくそのこのイメージを伝えたいのにどの言葉をチョイスしようかっていうことを、やっぱり年々ね、難しくなっていくんですけれども。最近の医学では年を取っても脳はちゃんと働くそうですから、はい、そうみたいですね。今の言葉は若干撤回をしていただいて大いに勉強していただきたいと思います。全然私が鍛えてないっていうことになっちゃうんですけど、はい、だから難しいなと思いますね。でも本当に大切なことだし、ね、やっぱり日本語って綺麗、美しいと言われているので、はい、
やっぱりね、そういう美しい日本語もちゃんと、うん、ぜひね、聞いてくださる皆さんも2人とも声が非常に綺麗なんですが、これからは綺麗な上に中身のある話をされるそうですから。ああ、耳が痛い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 。はい。では、今日の、飛び犬の見たい聞きたい言わせたいのコーナー、この辺でお時間終了となります。また、はい、この時間にお会いしましょう。